こんにちは今日から始める安心着物着物らかこだまですえー、っとえー、なんか最近着物屋なのに革ばっかりやってるじゃないかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、なかなかこうちょっとお造りを作るのが、えー、面白いなというふうに思ってきてでまあ革屋さんともいろいろこうちょっとお取引をする中でちょっと変わったまた、えー、革の材料 手に入れたので,でこれからちょっとお雑りを作りに出しますのでその前に革の状態でご覧頂い,いたらというふうに思いまして、えー、動画を撮らさせていただいておりますで今回実はその入手した革というのがまずはこうしたえっ、ー、とバックスキンですね のこう要は、えー、加工をした革に、まあ、こういうあのプリントをした革でですねなかなかちょっとこう表情があって、えーまあ、ちょっとおぞりを作ると、まあ、特に今回は、えー、と女性のものを作ってみようかなというふうに思いまして、まあ、女性のおぞりで巻きねかかとがあるので巻きの高さがあると 結構これが出てくると洒落てるんじゃないかなというふうに思いまして、まあこうしたものと。で、まあ、えっ、ー、と、まあやってみてなんですけど、まあ、えっ、ー、と、男性ものを作ってもなかなか洒落てるかなというふうには思ってるんですけれども、で、もう一つが、実はこうした、あ、ちょっとまず、革の、えっ、ー、と、 そのちょっとベロアのようなバックスキンのこう風合いですね。まあ、こんな感じのちょっと肝をしたタイプのえちょっとこうヌメッとしたような革なんですけど、まあ、こうしたものになります。でそれともう一つはまあこういう。 まあ、こちらのものはえー、とえー、と皮にこうプリントというか染めをしてその上で、えー、とこういうちょっとクロコダイルみたいなクロコチョウの型押しをしたもので、えー、なかなかちょっとこれもう変わった皮の雰囲気なんで、えー、こうしたものでちょっと大惣り作ってもう洒落てるんではないかなというふうに思いましてでちょっと入手してきました。でちょっと皮の アップの感じを見てもらうとこうした感じでちょっとこう黒子の感じの凸凹のこうした感じのちょっと可愛いんであるのでまあこうしたものでちょっと和気物作ってもなかなか変わったものができるんじゃないかなというふうにそれとあともう一つえっとちょっと入手したのがなかなかちょっとインパクトのある変わった革なんですけれども。 まあこうした革なんですけどねこれも、えー、と実は牛革に型押しをしたものなんですけれども、えーとまあ、ちょっとこう黒子というか、まあ、僕らはなんとなくこう見た時に、えー、松ぼっくりみたいな柄だなというふうに思ったんですけれども、まあ、こちらのものが、えー、実は単純な型押しではなくて。 ちょっとこう断面を見ていただくとこういう感じでこっちの方が分かりやすいかなちょっとこういう感じでめくれるような感覚のちょっと革なんですねなのでこちらのものも 向きですね基本的に、まあ、足を入れる向きを考えたらなかなかこうインパクトがあって変わった草履ができるんではないかなというふうに思いまして、えーっとまあえー、正直言って草履を作っていただく職人さんには「いやこんなもの」って言われるかもしれないんですけど、まあ、こうしたものでちょっと大草りできたらなかなか面白いかなというふうに思いまして、えーっとまあ、こうしたちょっと皮を入手してきました。 でこれからちょっとお雑りの加工に出してみようというふうに思うんですけどもまあ、えー、やっぱりこうちょっと、まあ、長持ちすると同時に基本的にちょっとこう変わったインパクトのある、えー、そしてこう洒落た、えー、お履物ができたらばなというふうに思いまして、えー、こうしたものにもちょっとこれからちょっとチャレンジしていこうかなというふうに思いまして革、えー、を入手してきました。ということで。えー またこれの、えー、お造りが,がもしできるようになれば、えー、皆様にも、えー、その出来上がりの造りを、えー、ご覧いただきたいというふうに思いますけれども。ということで今回は皮、えー、の元の皮の状態で、えー、これからちょっと作ろうかなと思っているちょっとお履物お造りの、えー、っと前の皮の段階の、えー、ちょっとお話をさせていただきました。 ということで本日も以上ありがとうございました。